拝殿のとか本殿の脇にあるのが感覚堂でいいんですかね。萩市にあった祠を設立して昭和の15年上下に品川釈師の霊を奉仕してましたが、現在の地に移転して感覚堂でいいのかな。ちょっとまあ読み方間違ったらごめんなさいね。まあ勉強のご利益があるんでしょう。きっと11月5日が、うん、学問を学ぶ、うん、頑張れっていうやつですね。きっと。うん。じゃあぜひ参拝してみてください。隣、今がかかってるんですけどね、多分、学業、なんか、そういうやつだと思います。